ダビデ詩編歌集初版の表紙、ダビデ詩編歌集は、ドイツの作曲家であるハインリッシュッツにより作曲された26曲からなる合唱曲集。SWV22 から47番。初版は1619年にドレスデンで印刷された。詩のほとんどは、マルティンルターによって翻訳された詩編のテキストを使用している。この作品の正式なタイトルは、 ソーマン・ダービッツ、サンプト、エトリ・ヒエン・モテテン・ウント・コンセルトン、ミット・オクト・ウント・メア・スティマン、ネーベンスとアンダン・ズ・バイオン・コッピロン・ダズ・デロ・エット・リーチ、アウフ・ドレ・ウント・フィア・コアナ・ウハブ・ライバン・ジブロークと、ワードン・コンネンであり、いくつかのモテットと競争曲が含まれることを示している。この曲集は8世以上の西部と2グループの楽器奏者のために書かれている。シュッツは20の紙幣を選び、 そのうちの二つについては二回布局している。この他に、ヨハン・グラマンの今ぞ我が魂よ、主を称えよという聖歌の最初の節や、旧約聖書のイザヤ書とエレミア書からもテキストを取って布局している。一部の曲には、紙編のテキストに布局された部分の後に、小坂絵文に布局された部分が付属している。ありがとうございます。